はい、今回ですね、懐かしい、そういや、いたなっていう。俺、プレイスタイルよく知らんやけどね、見たことないから。モルフェオですよ。ドメニコ・モルフェオかな、これ。ドメニコ・モルフェオ、待ってね、76年、もう50やな。身長170センチ、67キロ。すごいよね。これ、レフティーやったんかな？なんか感じてるとレフティーっぽいな、この感じからすると。普通の右利きの選手ではなさそうやん。うん。いや、なんかね、知らないですよ。もちろん見たことないんで。ただ、天才、天才ってよく言われてましたね、昔からね。うん。もともとはどこの出身？アタランタか。なんでミラン行ってんや、すげえ。で、インテルも行ってんのか。たらい回しやな。まあでも、点々としてるよね、多分ね。カリアリ、ベローナ、フィオレンティーナ、そういろいろ言ってるな、パルマ。どこが一番キャリアハイとか全然知らんな。で、最後はクレモーネーズで引退という感じで。どこって言われても分からんよな。そうだ、これだけすごいなんか騒がれたって言っても、イタリア代表のキャップは2キャップか。でもキャップ持ってんやね。それ何が天才なんかよく分からんな。でもやっぱり、まあ、中村俊輔っぽい感じかな。テクニックがすごいあったっていう感じなんかな。でも、実際サッカーの試合の中で使えへんみたいな。俊輔とか使えへんでしょ、あんな。でもセリアでは282試合結構できんやな。すごいすごい。力はあるんですよね。まあ、ただまあ、トップオブトップではなかったという感じかな。まあでも基本的にセリアずっとやってたという感じですね。あと利き足左って書いてるね。まあまあまあ、別に引退後、特にどうのこうの書かれてないんで、特に何もしてないというようなことですかね。解説でもやってるんでしょうか。はい。